こんにちは。はい、ありがとうございます。びっくりしている人がいるではないか。時刻は午後4時になりました。ここからの時間は2ステージ目となります。建築アイドルキューティーベリーのキュートなキュートなステージをご覧いただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。建築アイドルキューティーベリーの皆さんです。どうぞ。見ていただきとても嬉しいです。それでは早速1曲目いきたいと思います。1曲目は恋のアメリカンフットボールです。聴いてください。でみんなにいじられます。で皆さんもぜひ一緒に覚えて言ってください。はい、キューティーベリー13歳京香です。昨日は雨で今日は晴れるかなって心配してたんですけど、こんなにいい天気になったので良かったです。2分目ですが精一杯最後まで頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、キューティーベリー12歳なすびが嫌いなにっちゃんです。と次あ、ごめんなさい、あ、今が2ステージ目で、1ステージ目も頑張ったんですけど、2ステージ目も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、キューティーベリー12歳、大根が大好きなノアです。
2ステージも精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。はい、キューティーベリー最年少12歳小学6年生の真帆です。一部でも言いましたが6月10日に12歳になりました。皆さんから誕生日のメッセージなどをいただいてとても嬉しかったです。2部もよろしくお願いします。次の曲は小泉京子さんの学園天国です。キューティーベリーバージョンなので曲の途中にオリジナルの歌が入っているので皆さんもよかったら一緒に歌ってください。それでは聴いてください。Drive me, I deserve to have your love.
Wow.
しも生まれ変わってもきっと僕らは巡り会う。早くベリーベリーベリー、いつもいつでも会いたくて、君の瞳気持ち知りたいもっと全部、ああ高鳴る想いにスタート始まるメロディー、スポットライト心皆さんが一緒に盛り上がってくれたおかげですごく楽しめました。ありがとうございました。この後、一部同様物販もあるので皆さんぜひ来てください。チェキや写真撮り放題などなどあるので皆さんぜひ来てください。待ってます。以上、キューティーベリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。